第6節その他の体位。A アンテナの体位、脇を開く体位。1正座で座り顎を引き背骨を伸ばし両手を胸の前で合掌し心を落ち着けます静かに息を吐き次の動作に移ります2深く静かに息を吸いながら合掌した両手でゆっくり点をつくように上に向けて上げていきます腕が 十分髪型に伸びきった時息をいっぱいに吸い込んだ状態になるようにします最後には両腕で両耳を挟み込むように伸ばします三両手の力を緩め両手を外側に向かって開いていきます両手の先から宇宙のエネルギーであるプラーナが入ってきて体中に満ちあふれてくるとイメージします四両手をなるべく左右に広く開きながら 手の指を握りしめます。そして、両腕を肩と水平に同じ高さに持っていきます。そこで、首を後ろに反らすと同時に両腕を思い切り、後ろに伸ばして天を仰ぐようにして胸を十分に開きます。ここまでは息を吐かずに止めておきます。ご広報に伸ばした両腕を少し緩め溜まっている。息を吐きながら上体。 ゆっくり前へ倒していきますそれと同時に拳を作っている両手を後ろに回してできるだけ高く両方の腕が接近するように背後に上げます両手を互いに交差させたり互いに握っても結構ですこの時意識を集中して両手から入ったプラーナが体の中を降りてきて下腹部に蓄積されていくとイメージします 額が床にに、くと同時に息を吐き切ります。アンテナの体位とは両手をアンテナに見立て宇宙のエネルギーを吸収するという意味から来ています6全身の力を抜いて静かに息を吸いながら上体を起こして正座し後方に胸上した両手は元に戻して胸の前で合掌します7しばらく休息してから同じ動作2から3回行います B 式の体位。1両足を揃えて伸ばし、上向きに寝る姿勢をとります。両腕は、手のひらを床につけ、体側に沿って置きます。2腹と足の筋肉に力を入れ、息を吸いながら、ゆっくりと足を上に上げていきます。三足が上に上がり、床と直角に上がったところで、床についている両手の指先に力を入れて、 腰を高く上げます4腰が高く上がったところで今度は息を吐きながらゆっくりと足を頭越しに持って行き最後はできるだけ足先が床に触れるようにします上体は内に曲がります膝はまっすぐ保ち床についた足先をできるだけ前方にずらし進めますごたとえ足先が床につかなくて構いません 苦しくならない限りその体位を保ち、できれば1分間くらい持続するようにします。その間の呼吸は普通にします。6息を吐きながら元の体位にゆっくり戻ります。それには背骨を順番に床につけながら、まず足先を頭の方に近づけて行き、足が床から離れても急に髪型に立てないで、 腰が床に近づいていくのに応じて徐々に足が上がっていくように配慮します。これは頭が床から浮かび上がったり最後に尻もちをつくように尻が落ちないようにするためです。七最後に尻が床に静かについたところで足を直角に立て一休みします。八息を吐きながらゆっくり足を床の方に下ろしていきます。 膝はまっすぐ保ちます。9これを2回くらい繰り返します。C 隙の体位の変化型。1隙の体位を完成させた後、両体側に置いてある両手をまっすぐ頭の方向へ伸ばし、できれば両足のつま先につけます。できない時は可能な範囲に止めます。戻る時は通常の隙の体位に戻してから戻ります。 二隙の体位を完成させた後、両足の膝頭を両肩につけるようにします。できれば、両膝が床につけば理想的です。できない時は、可能な範囲に止めます。戻る時は、通常の隙の体位に戻してから戻ります。D 肩で立つ体位、ろうそくの体位。1足を揃えて、床の上に伸ばし、上向きに寝て、 両腕は体側に置きます。手のひらは床につけます。2腹と足に力入れて、息を吸いながら、ゆっくり、足を、膝を曲げないように注意して上げていきます。その間、両手の手のひらを床の上につけ、指に力を入れて体をつっかえ、ます。3腰が十分に上がったところで、両手を腰に当てて、両肘を曲げて、 上腕を床の上につけて体を支え前腕と両手で腰をさらに高く押し上げます良い足を揃えてまっすぐ立てますそれには足を上に立てて行くと同時に胸に顎を押し付けて行き顎を首と胸郭の間にあるくぼみにはめ込むようにしますしまいに首の後ろ面はぴったり床につき上体両足足先は ままっすすぐ点を指しますこの体位をはじめは10秒から1分間くらい保ち少しずつ伸ばしていってついには3分くらいに達するようにします呼吸は普通に保ちますご息を吐きながらゆっくり両足を前に傾けますそれから背骨を順番に床につけて行きながらまず足先を頭の方に近づけて行き 足が床から離れても急に髪型に立てないで腰が床に近づいていくのに応じて徐々に足が上がっていくように配慮します。これは頭が床から浮かび上がったり最後に尻もちをつくように尻が落ちないようにするためです。6最後に尻が床に静かについたところで足を直角に立て一休みします。7息を吐きながら、ゆっくり。 足を床の方に下ろして行きます。膝はまっすぐ保ちます。8個の体操は1回だけとします。逆立ちの体位を長く続けると、気分が悪くなることもありますから注意してください。短時間から開始し、順に慣れるようにします。頚椎症など頸椎に疾患のある人は、この体操は行ってはいけません。 無理に行うと脊髄を痛め後遺症を残すことがあります。いい牛の顔の体位1両足を右に崩して横座りになります。数の1は両足を左に崩しています。2右足を両手で持って左大腿部を越えて体の左側に持ってきます。左足も少し右側に動かし両膝が前で重なるようにします。 数の2は、説明文と3右手を後方に上げて肘を曲げ右手の手のひらを前向きにして背中につけます左手は手のひらを後ろにし下から背中に回して右手と組みます左肘と右肘が背中で床に垂直になるようにします体が硬くて手が背中で組めない場合は両手を 可能な限り近づけるようにします4息を吐きながら上体を少し前に倒し次に息を吸いながら顎を引いて胸を張り背中を伸ばします5この姿勢を1分間くらい保ち息を吐きながらゆっくり元に戻します足を変えて左右交互に3回くらいずつ繰り返します F 立ち木の体位1足を揃えてます ままっすす。ぐ前を見て立ちます山の体位と同じです。に左手を腰に当て、右手で右足首を持ち上げ、右足の裏を左大腿部の内側にぴったりとつけるようにします。このとき、右足先は、まっすぐ下を向いています。3両手を胸の前で合掌し、この姿勢でしばらく静止し、呼吸を整えます。 左足で全身を支えゆっくりと息を吸って両手を上げ腕で両方の耳を挟むようにして両腕を思い切り上に伸ばしますこの体位をゆっくり深い呼吸をしながらできるだけ長く保ちますご息を吐きながら両手を胸の前に下ろしますついで右足をゆっくり下ろして元の直立の体位に戻りますさらに 左右を反対にして行います。左右交互に2から3回繰り返します。6個の体位は、背骨の歪みを矯正し、足腰を強化して集中力を高め、自律神経のバランスを整えます。